翼、なぜサッカーはこんなにも楽しいんだろう。広いフィールドに立てば監督からのサインなど何もない。自分で考え自分でプレイする。最も単純で最も自由なスポーツ、サッカー。翼、サッカーは自由だ。お前には誰よりもサッカーを、サッカーのその楽しさを愛してほしい。自由の翼をまとい、ただ一つのボールを目指し飛び立て。お前はキャプテン翼だ。姉御、対抗戦も近いってのにクラブの応援放っといていいんですか？他の部はいいのよ。毎年シューテクと互角に戦って対抗戦を盛り上げるんだけど、問題は石崎くんのサッカー部よね。まったくあの弱さなんとかならないものかしら。ちょっと利益入れてやらないとね。はあ。こんなシュートじゃグラウンドはやれんな、石崎。やっぱり無理だよ石崎くん。うるせえ、このまま引き下がれるか。やれ若林。ここは前から俺たち南下市町サッカー部が使ってたんだ。てめえらは就活に帰れよ。石崎くんたち何やってんの？どうやらグラウンドを取り合ってるみたいですね。ひどい。中鉄にはちゃんとしたサッカー場があるじゃない。全国大会優勝ともなると部員も多くてな、こいつら二軍の練習場がいるんだ。てめえじゃない石崎、お前らちゃんと練習しておけよ。はい。旗はついたな。くそ、石崎くん。すごい。あれが噂の天才キーパーね。終鉄キャプテン若林源三、こりゃ今年もうちのサッカー部の負けですね。すごいや。え、あんなすごいキーパー初めて見たよ。よし、早速勝負だ。はあ？ほらあそこ、あのでっかい屋敷が若林の家だ。お前みたいなのが行っても相手にされねえぞ。
長の何者なんだ。今日こっちに引っ越してきた大空翼くん、南葛町に来るみたいよ。転校生か。なあ翼、若林には勝てねえぞ。あいつは全国大会で優勝した時も相手にワンゴールも許さなかったんだからよ。これによ、ま、何やってんだ。なるほど。できた。おい翼、お前まさか。行くぞ。この丘から若林の家まで行け。サッカーボール、バカな。何？これはあの丘の上から飛んできたのか。まさか。どうした源蔵。三上さん、なんだそのボールは。挑戦状ですよ。挑戦状。行きましょう三上さん、どんなやつか確かめてやる。面白いことになりそうだな。